最初の9つの聖書日課とクリスマスキャロルの式、次第9つの聖書日課とクリスマスキャロルは、キリスト教のうち聖法教会で、クリスマスに行われる、礼拝の一形式で、聖書の9つの箇所からの朗読と、各箇所の間にクリスマスキャロル、聖歌、詩編朗読も挿入される内容で行われる。もともと八百八十年に、英国のエドワード・ベンソン主教により作られて、 現在では、世界中で使われている。クリスマスイブ、または、その数日前に使われるのが通例で、特に、日本も含めた世界の聖公会の教会で行われる、例が多い。9つの聖書朗読箇所は、で、各教会により多少の違いはある。ジョイントパフォーマンスオブザ・クワイヤーズ・オブ・横浜クリスト、チャーチ横浜セークリット・ハート・カテドラル・ディセンバー2020。 キングズ・カレッジ・チャペルでの礼拝は毎年 BBC ラジオで放送される。ありがとうございます。